どうもオーサム鹿児島です。今回は霧島方面に行ってみたいと思います。鹿児島中央駅から向かうんですが、各駅だとだいたい1時間3分で、特急を使うと、ね、45分程度で、到着できますね。ちょっとした小旅行、そんな感じです。でやってきたのはこちら霧島神宮駅。この前がね、この駅前がグルメスポットになっていまして、こちらは揚げピッツァとコーヒーバー DH10、イタリアの郷土料理みたいなもんですね。本当にピザをそのまんま丸めて揚げて食べるというですね。テイクアウトもできますし、イートインもできるということで大変人気のお店です。こちらが生ハムとキノコ、いわゆるこうお惣菜というか料理系もあれば、ドルチェっぽいデザートの揚げピザもあるので楽しみです。でこちらのお店の前にあるのが非常に人気のスパイスカレー屋さんですね。ただカレー屋やりたいだけという、ね、通称ただカレーと言われておりますが、その中で人気なのがこのトリプル、3種のカレーの合いがけです。チキンとキーマ、そしてマーラ、これはちょっと麻婆豆腐というか中華風のねちょっと変わったカレー、これをいっぺんに味わえるということで大変人気のカレーです。で現在今霧島神宮駅からレンタサイクル、電動アシストの、自転車がねレンタルできるので、まあ、ここからいろんなとこに足を伸ばして、サイクリングを楽しむのもいかがかなと思いまして。でところ変わってこちらは霧島市牧園町です。滝なんですね。しっかり遊歩道もできてるんですけども、展望所って書いてあるところからものすごい距離があるんですよ。結構でさらに下に降りていくと、そうですね、体感気温で他の場所よりもなんか2、3度低いぐらい、結構ひんやりしている場所でして、ひたすらひたすらこう下っていくんですね。でやっと降り切ってこうやって川沿いをねこう歩いていくんですけども、もうすでにこの辺から滝の音がね、ゴーゴーとしている状態です。皆さんも疑似的に、この散策を味わっていただきたいと思います。かなりね滝壺に近いところまでこの遊歩道ができておりますので、迫力ある滝を体感できるんじゃないかなっていうふうに思います。ようやく登りきりまして、目の前に現れたのがこちら犬飼の滝。こちらですね、高さが36メーター幅が22メーターということで、言われているのは日本初のハネムーンをした坂本龍馬さんもこの滝を見たんじゃないかと言われております。さあ、そしてこちらはですね、霧島神宮から結構近いところにある、僕は非常にお気に入りのスポットでございます。ここね雰囲気いいんですよ本当に。霧島親水橋、霧島川沿いに、全長1800メートルの遊歩道があって、もう本当に癒しのスポット、マイナスイオンバリバリ出まくってるダダ漏れ状態の場所です。もう川の水の色、そしてその木々のこう生い茂ってる感じ、雰囲気いいですよね。本当ただただ歩くだけでも素敵なんですけども、この霧島親水橋の中にあるのがまた私が非常に大好きな、スポットなんですね。それがこちら、中条摂理というものなんですが、788年に、火山の大噴火によって溶岩が流れ出て、それが冷えて固まった状態なんですね。中条にこうつららのようにねこう流れてるんですよ。どれぐらいの長さですかね、100から200ぐらいあるんじゃないですかね。
これはね、なかなか動画や写真ではね伝わらないんですけども、現場で見るとね、なんかこう迫ってくるようなね、非常にこの迫力のある風景を楽しむことができます。ここにね足を運ぶ人本当に少ないみたいで、でもこれ一見の価値ありますよ。本当にこの自然のこの偉大さというか凄さを感じることもできますし、ぜひ知っていただきたいなというポイントです。で、本当霧島神宮駅からすぐ近くのところに入り口があるんですけど、ここなんですけど本当気づかないんで、これね注意しないととんでもないところに出ちゃうんで気をつけてください。